チャオ、あっちゃんです。今日ひだみどり買ってきたんでね、ひだみどりを買ってきたんで、ひだみどりを使って鶏ハム作っておきたいと思います。ひだみどりはね、あっちゃんが住む大宇田の地鶏、綺麗なね、今日はね 400g ぐらいの鶏ももやったんでね、これ1枚使います。じゃあ作っていきましょう。まずね、宇田みどり、ドリップを振っていきます。ちょっとこれね、ちぎります。これを振って、ちょっとこれね、違うものを使うので、処理しておきます。他のものも使うんで、適当に処理してね、ちょっとお鍋に放っておきます。よいしょ。で、これね、鶏ハム、鶏ハムにね、ドリップを拭いてね、今回ちょっとね、鶏ハムにするのにね、三枚をに観音開きにしていきます。こんな感じね。で、こんな感じで、これももう一枚入れようかな。適当に開いた方がね、塩が効くんで、こんな感じに切っておきます。で、これにね、味がもっと染みるようにザク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 と開けておきます。フォークでね、こうやっておくと味が染みやすいんでね。ここにね、塩をね、岩塩、ヒマラヤ岩塩、ヒマラヤ岩塩をパラ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 と振っときます。で、てと叩いておいて、裏返して、で、裏側にはね海水天ぴえん、岩戸の塩と、鶏にはね、岩戸の塩結構あるんで、岩戸の塩をこれ小さじ半分を、小さじ半分じゃないよ、2.5 やから、小さじ半分やね、小さじ1ぐらい、にがり、天然にがりを、適当にね、にがりの成分を入れて、で、今日は何しよっかな、バジルでいこうか。ここにね、バジル、ちょっと塩が強いな。で、ドライバジル、
ライバジルをね、ドライバジルを適当に、適当にドライバジルをかけて、で巻いていきます。こんな感じで巻いておきます。で、ラップをね、ラップをして、ラップをして、この中にどうも回らへんな、自分くちょっと中に入れときます。すごいね、空気を抜いて、真空にするね、機械があるみたいだけどね、うちあらへんから、自分の吸引力で、もうちょっとここまで入れなかった、うち吸引力で、まあちょっとちゃらんや、しんどい、これめっちゃしんどいね、はい、こうやってねちょっとね置いときます。ちょっとまだ空気入ってんのね、これなんか引っ張りや、これで常温でちょっと置いときます。はい、ヨーグルトのパックにね、熱湯を入れてね、で、ヨーグルトメーカーをね、65度で1時間でセットです。はい、1時間経ちました。で、重しをね、重しを抜いて、で、これを取り出します。あと、揺すっておきます。それでね、これをね、出しましょう。はい、ちょっとね、中に水入っちゃったんで、ジップロック弱かったね。では、ちょっと切ってみましょう。お、綺麗にできてる。ではね、ちょっといただきます。うん、うん、めっちゃ美味しい。これで食べましょう。でこれね、置いておきます。今日はね、冷まさない、あったかいまま食べるんでね、お昼ご飯で食べるんで、そのままいきます。
ということで、今日のあっちゃんの、鶏ハム作り、よかったと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。